はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキ、もう環境もねド末期なんですけども、 MO チャレンジ、最後の MO チャレンジですね、今回この環境ではね。はい、優勝のティムールランプということで、このニッサを使ってね、分析者やら見事な再生とかやって、こいつら土地を戻してマナ出して、さらに強靭の特目でマナ出して、世界根の憤怒とかね、ここら辺で相手のライフを削り切るというねデッキですね。はい、あんまり自信ありませんけどとりあえずやっていきましょうか。大体回してれば結構ねいい勝率出せそうな気がするんですけどね。さあやっていきます。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。とりあえず森が欲しいね。さあ、森持ってきます。次はどうだろうね。山。お相手は絶海なんだろう。島。これでターン終了。ジェスカイコントロールという感じでしょうか。さあ、見事な再生。天使、ジェスカイ天使。さあ、ニッサ行きます。さあ、ターン終了。さあ、ここがチャンスですね。さあ、特目が来た。さあ、どこから行きましょうか。とりあえずこれで6点飛ばしても意味がないのか。3点飛ばす。先にここ行きますか。
さあ分析者。さあ本体4点。さあここま、ここからね最後までいけるかどうかですよね。そしてまあ、とりあえずのカード引きに行くか。さあ能力起動。これでいけるの？まあちょっと難しい気がするな。いやこれちょっと下手だったな。これで行ったとしてもダメか。どうしようかな難しいね。これで引きに行く。タップできんしな。どうしたものか。結局墓地に4枚しかないのが非常にきついな。ただもうないんだよな。そう土地がね持ってこれないから非常に厳しいぞ。そうもう土地ができちゃったんですよねやってしまったなと今思ってます。どうしたものか。慣れてないのがもろに出ましたね。あとこれが出てしまえば多分もう何とでもなるような気がするんですけど。5バカン来ちゃったか。刺激使っ、刺激やってくるね。そうだね。刺激やられるとちょっと厳しいか。これ
それはどうぞですね。さあ、どうしたものか。さあ、間の悪い爆発。通ったか。さあ、カード2枚捨てます。そういえばそんなのがありました。まいったな。さあ、特目。さあ、ニッサ。さあ、分析者。さあ、乗る起動。まあ、とりあえずマナが出ればね。さあ、考古学者いきます。さあ、洞窟探検。しかし土地が何もない。さあ、これでターン終了。きついね、魂の仕切り感。また5バカーンか。さあ、ブロック。まあ、当然リセットも持ってるだろうから、戦い方考えないとダメですね。分析者を釣りに行きます。
さあ狂人の特目、さあ分析者、もうここで魂の仕切りか。ただこれで相手反動がないんで、チャライフ回復するのが強いな。さあターン終了。まあもう好きなように投げてくれ。一気にライフが20になった。あったらやばかったですね。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあまず島持ってきます。どうしましょうか。これで構えられると、まあでもカウンター使わせていかないと多分話にならないんで、方向だとね、目隠しあんの分かってでもいかないと。まあもう行くしかない。さあミッサー、全部カウンター仕切られたらもうそれはそれで仕方ない。まあ土地伸ばしていきましょう。的にあまりこう駆け引きができない。めっちゃ待つデッキ相手にはもうどうしようもないね。駆け引きがないから、
サターン終了。まあちょっとやっぱりやってて青タンと相性はなかなか良くないですかね。まあ常に構えられて、やばい、何もできずに負けそうな展開だね。しんどすぎるやろ多分ね、倒すカードがまずないかな。何で倒せるんだ。相手からしたら本当にカモだろうなっていう。さあ見事な再生。マジで何も通らないね。きついなぁ。まあもうちょっとどうしようもないんで、ここら辺にしときますか、もう。次のターンで盤面整えるはできないですね。はい。対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあまず山持ってきます。アイレクス、まあ島持ってきますか。相手は何もしてこない。さあ間の悪い爆発。カード捨てません。シオルか、厄介。さあ間の悪い爆発。さあシェオルを倒せない。めっちゃ痛い。さあカード引きます。どうする、行くか。さあ分析者。ど
ち落ちてほしかったですね。サターン終了。X3 か。パクられんの嫌だで、嫌ですね。洞窟探検。ブロックさせてくれるとありがたいんだけど、お、ブロックさせてくれましたね。さあ乗るけど、結構大きいよね。で5点さらに回復できるし、島持ってきます。なんとかシェオル倒さないことにはね、ちょっと話にならんけど、なんとかセオルを倒したい。さあカード引きます。さあ記憶の氾濫。難しいね。さあミスさ、物悪い爆発。いやー厳しいな。むしろ傷削られてきつい。でも先に考古学者撃っといた方がよかったね。いいなこれ。そう考古学者撃っときゃこれでなんとかなってたっちゃなってたんだけど、さあミッサ戻そう。さあなんとか次のターンで決めたいなと思うんですけど、フルタップしてくれんかな、せめて。あ、土地がアンタップで来る。強いな。お、セレスタスだけど、まあまあ、ほぼほぼフルタップみたいな状態になりましたね。
サニス。これでどうか、見事な再生。はい、大さんありがとうございました。ちょっと最後までいけるかどうかわからんかったけど、7枚でキープ。まず島持ってきます。さあ相手ボロスか。さあ山持ってきます。いきなり消防兵が来た。このパターンは初めてだな。さあどう、靴探検して、もう早くしていきましょう。アイコンのフンヌ、とりあえずでも楽になってきましたね、これで。さあターン終了。ボロー。はい、大さんありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。 MO チャレンジ優勝のティムールランプということで、いやーまあほんとね、使い慣れてないっていうのと非常に、相性が悪いというかすごくね苦手な、使うのが苦手なデッキですね。人が使ってんの見たらなんかすごく強く見えるんですけど、ね、自分で使うとなんかグダグダになるなんかそのマナの計算するのとかがね、もうなんか
ちまちまやんのがめんどくさくて、ざっくりやっちゃうからなんかうまく回りにくいね。はい、まあそんな感じですけど、まあちゃんと使えば強いデッキなんで、はい、ランプ系好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。